12月のある日、エスパルスドリームプラザの中にあるレストラン、ザ・シックス・スタジアムでボランティアスタッフの慰労懇親会が行われ、選手やクラブスタッフ、ボランティアスタッフ、サッカー協会関係者などおよそ80人が集まり、今シーズンの労をねぎらいました。皆さん、本当にたくさんのサポートをしていただきありがとうございます。今シーズンも本当にホーム開催を得意ですけど、自分たちがサッカーできたこと、1年間、駆け抜けれたことは間違いなく皆さんの、サポートがあったからだと思っています。本当にありがとうございます。個人としてもチームとしても必ずレベルアップして J1 昇格を、掴み取りたいと思いますので、また来シーズンもどうかご支援ご声援のほどよろしくお願いします。パルチャンクラブなどの愛称で親しまれているボランティアスタッフは、主に入場ゲートの整理や案内のほか、駐車場の交通整理などを担当。エスパルスのホームゲーム運営を支えています。ここ数年、感染症が流行したことで3年ぶりの開催となったこの慰労懇親会。参加したボランティアスタッフは選手や監督らと写真を撮ったり談笑したりと、思い思いに楽しく有意義な時間を過ごしていました。毎年これが目当てで頑張ってます。ありがとうございます。また来年も頑張ります。久しぶりに選手の皆さんと触れ合いこともできてすごい嬉しかったです。なかなかこういう機会もないので、普段試合も見ることもできますけれども、やっぱりこうやって近くで選手が見られるのはやっぱり嬉しいですね。はい、1年間選手の皆さんが本当にお疲れ様でしたって気持ちで、少しでも支えになれたらよかったなって思います。また、来シーズン、皆さん笑顔でお迎えして、最後には皆さんでハイタッチして、勝利の喜びを味わいたいと思います。今シーズンありがとうございました。皆さんもクラブを支える仲間に入りませんか。現在運営ボランティアスタッフを募集しています。詳しくはエスパルスのホームページでご確認ください。